さんこんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。タラサです。アンヌです。あやかです。タッコです。トリです。ミカミンです。ナツリです。はい、今日はこの6人と1タコで人狼ゲームをやっていきます。さあ、今回やる人狼ゲームは無機物人狼なんですけど、まつりちゃん説明お願いします。はい、これはタコ、見ての通りタコなんですけど、有機物ですけど、いやでもこれ無機物なんですけど、見ての通りタコも一緒に人狼します。お、はい、はい、なのでタコにも私たちと同じように役職のカードが配られて、うん、タコも人狼になったり村人になったり占い師になったりするし、うん、襲撃されたり占われたり同じようにやります、うんうんうん、はい、っていうことです、はい、うん、じゃあ詳しい説明はこちらにどうぞ。それでは議論開始してください。どうぞ。おはようございます。占い師の人は占い師タコ。あ、やばい、やばい、出てきて、出てきてよ。出てきてよ。出てこないとだよ。お願いだから出てきてよ。やっちゃった。え、ガチ。え、ちょっと鳥ちゃん、タコのあれ聞いて、声聞いて、教えて、白崎教えてもらって。なんて言ってる。まだ出ないって。まだ出ない。ごめん、私占い師じゃない。ああ、違う。占い師探しすんのやめよう。私です。ああ、どういう意図。いや、誰出てくれないかなと思って。対抗をやったら。そう、白で結局サラサです。おお、いいですね。やった、はい、うんうん、どうしよう、これもろもろ聞く。電子だけは聞かないとかにする。まあ強いか。あ、でもやばい、噛まれて終わりか。今1近くだったら、まあ、わかんない。三上さんが狼でまだ使用してない彼の可能性。彼、まあ、そうね、5分の2か1か、うん、まあでも、うん、今日は騎士、まつりちゃん守るでしょ。まつりちゃん、まつり、なんで、あれ、どうした。ん、三上だよ。あ、三上に頼む。あ、怪しいな。怪しいな。怪しいな。どうした。教師いないよ。怪しいな。怪しいな。タコか。俺はタコ占い師か。でも霊媒出てもいい気はするけどね。まあ、まあ、出ないから、うん、死にそうだったら出てもらおう、うんうん、どうやって。突然タコにランダムで殺されるかも。それ怖いから出たのに。順番も投票先もランダムとのことなので、ね、怖っ。突然投票する。じゃあもしかしたら近くの三上に投票するかもしれない。面白いな。面白いな。いや、多分対抗タイミングで。まだ出ないんだよね。まだ出ない。まだ出ない。確かにね。まあでも、うん、タコを一旦村人だと置いて、うんうんうん、考えたらね。村人役職、村人として考えて推理してみる。うんうんうん、タコね、村人だと思ってる私。本当本当。あ、うん、私タコ人狼ある気がする。わかんない。え、なんか見た何で考えたけど、二人人狼いるんだったら一人占い出るかも。ちょっとね、思うんだけど。まあ、その議論は2日目以降でいいかなっていう。じゃあでも三上に任せてもいいかなと思う。うん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 、私結構三上がまだ本物だと思ってなくて、タコ占い師だと思ってから、結構タコがあの人間じゃに見えてるんだよね。三上が人間っぽいと思って。どっちもあり得るね。面白い。いいんじゃない、うん、すごいな、タコ。すごい、一戦目からすごい。面白いよ、タコ。議論の中心になってるね。どうやって。アンダは今何を思ってますか。あ、どっちもあり得るなって思ってる。タコが人狼で三上本物もあるし、その逆も考えられるから、うん、それを発言した三上が人狼要素もあるなと思ってる。三上本物でタコ村人もあるからね。あるある、あるある。二人狼いるじゃん。そうそう、ね、そうするとね、こう絞られちゃうから。そうするとちょっとあんま見えんなってなるから出るんじゃない。わかるんだけど、二人狼が結構見えん。あんな、あやか、鳥、私に二人狼があんまなさそうすぎるから、やっぱり三上が人狼か、タコが人狼になるんじゃない。うん、そう。いや、とりあえずでも今日ってグレー行くんですよね。うん、うん、グレー、ね、めっちゃ面白いのがさ、三上とタコが人狼同士だったらヤバくない。それ、あ、そうしたらね、いや、そしたらなんか違う、出ない、出ない、わかんない、ね、勝てる自信があるもん。そうだね。そうそう、まあ、やる人はいそうだけど。やる人は三上さんなんです。
どっちでもあるか、あんたがさ、三上と人狼同士か、タコと人狼同士で今の発言しなさそうだなって思っちゃう。まあそうだね、結構、なんか。まあタコの人狼を塗る必要があんまないってこと、なんだろう、私はどっちかに人狼いると思ってるから、タコと三上の。うんうん、あんながどっちかと人狼同士で、タコと三上に人狼だったら面白いねって、あんまり読まそうだから、ちょっと人間っぽい。その視点がすごいって思った。まつりちゃんってさ、タコと誰かの人狼を考えてると思うんだけど、それって、グレーの中で白っぽい人を結構白要素みたいなのを持ったからその思考が出てきたってこと？この4人の中に二人狼がちょっとなさそうな雰囲気がするから、うん、深見とタコのどっちかが人狼っていう配置しかありえないって思って、なるほど、本当に分かんない。ちょっと面白くない？タコとの二人狼タコなのにね、タコで狼ってなるの、タコで人で狼ってじわじわしちゃった。確かに、でも無機物って。え、あやかさんって何考えてますか？私はね、もうどうにもならないなと思っていて、もう、タコになろうかって。どういうこと？なるじゃん、二人先の私以外の3人ランダムで投票したいみたいな。あ、そういうこと？なイメージ。わかんないなって思う。そうなんだ。なんか明日以降じゃないとこれわかんないなと思ってて、うん、ただタコには投票したくないなって思って、そうだね、なんかちょっと負けた気がするから。ちなみに誰の色見たいですか？タコの色見たいですか？え、でもさ、対抗かもしれないんだよ。まあ、タコの色見るのは超強い。強いと思う。この盤面で実際。あ、そうかな。タコの色見て、狼だったら、だからタコは何も有無を言わせず、もう、もう、三上さん、真と限らなくないですか？あ、そうか。限らない。そうか、そうか、占いか。真だし、タコが人間だった場合、結構この中に色いないんじゃないっていう説から三上に近いしと思える。あ、でもまあタコ釣らなくてもいいよ、一緒に釣るし。でもタコだから名前もないからどっちも出せるもんね、占い師は。あ、そうか、黒とも白とも出せるから。そうだね。あ、そうだから恋愛にも楽しいんだよね。ただ、厄介なのは、ミカミンが人狼で出ていて、うん、占い師だった場合、ね、人狼って打っちゃったらちょっと厄介だなと思ってる。それごめんなさい。恋愛にも楽しい意味はあるけど、でも投票はしたくない。そう。ちょっと彼はね、まあ、2日目次第じゃない？誰に投票するって。2日目の次第。今日のね、タコの投票をちょっと。おー、見たいな。キラキラ終了です。投票に移ってください。タコの投票みたいな。はい、投票します。ちょっとわからないので、ただ、三上には早めに行ってほしいなっていう気持ちはあると伝えておくね。タコが何番目に行くかわからないので。タコってこれ、ランダムで、ランダムの順番で、ランダムに投票するので、うんうん、いつ投票するかがわからないから、三上に早めに投票してほしいと思う。これは口数の問題だと思っていて、松井ちゃん結構喋っていて、アンナがさっきの要素によって若干白くなったと思っているから、消去法っていう感じ。ただそんなに、ごめんだけど、理由がなくて、私なりのランダムです。はい、投票します。うん、わかりました。あ、大丈夫ですか？投票します。ね、あやかさんに投票します。一応あやかさんとほぼ多分同じ視点を持ってると思っていて、アンナとまつりちゃんの白さを拾って、あやかさんの意見も聞いてみたけど、同じくわからなかった。多分同じ立場なんだと思うんだけど、投票するならあやかさんかなと思った。正直一番怪しんでしまったのはサラサかなと思ってます。あやかちゃんも鳥ちゃんも人間っぽい。だいぶ人間っぽい。さあ、議論中に言ったアンナの人間要素を超えてくるぐらい二人とも人間っぽいと思っちゃった、私は、この投票の感じが。ここでサラサあたがまえの人狼で。結構、三上とサラサがあると思うし、タコ二人もない。タコの広が一番見たい。タコ人狼じゃない？いや、ちょっと本当に、タコみたい、私。タコが人間だったらかなり三上とサラサだと思うし、タコじゃないかね、ごめんなさい、初めて今日来てくれたのに。タコに投票します。なんでタコに投票します？タコ投票します。あ、すごい、投票されたから、怖い。あやかちゃんに、やばい、タコお前、じゃあ私投票しますよ。タコ、まつりちゃんに投票します。私は、アンナ、アヤカ、鳥まつりの中に二郎っていうのがなさそうっていうまつりちゃんの意見がなんか一番今日聞いた議論の中ではそうは思わなかったから、
もしかしたらタコは人間で、なんだろうな、4人の中に二郎もあり得るのを隠したかったのかなというふうにも見えた。うわー、投票します。どうしようね、これ多分サラサが決める感じになると思うんだけど、タコ手が来てんじゃん。私は鳥ちゃんに投票しようかな。うん、鳥ちゃん、やっぱり小京っていうのもある。彩香ちゃんも白いし、すごい迷ったんだけど、あのタコの精査を率先してやってたっていうところしかないから、なんかの残す理由でとしては、でもあのサラサに任せます。代表でもいいかなと思ってます。投票します。え、アンナのことをこの議論では人間だと思ったのと、私は結構ミカミンが本物の占い師で一覚したと思ってるから、タコの占いはないと思っていて、わからない。うーん、私はね、正直まつりちゃんが一番人狼ありそうだなと思ってるから、まつりちゃんに投票するんだけど、なんだろう、グレーに、私はグレーの白要素ってあんなくらいしか拾えなくって、なんかそれでタコと誰かの一郎の要素をそこまで強く感じなかったから、そこを捨てるまつりちゃんが怪しく思えてしまった。以上です。はい、では、まやかちゃん、とりちゃん、まつりちゃんの決戦投票になります。弁明はないです。あ、ないのか。タコ頼むよ。タコ、タコ頼むよ。タコかっこいいよ。重いな、重いよ、重いよ。タコ頼む。怖いよ。頼むよ。じゃあ、あやかちゃんに投票した人1番、とりちゃんに投票した人2番、まつりちゃんに投票した人3番になります。では、いきます。せーの、ドン。1番、あやかちゃんに投票してる人、0人、2番、とりちゃんに投票してる人、1人、3番、まつりちゃんに投票している人、2人とタコです。おーおーでは本日まつりちゃんが転校となります。お別れの言葉どうぞ。結構村に響いてほしいんだけど、三上とサラサが二郎だとかなり思いました。サラサが言ってることがおかしかった。4人の中でアンナが一番人間だと思う。そして私が一番怪しい。私タコに投票してて、私とタコの二郎がないってことは、私の仲間はあやかちゃんかトリちゃんにいるはず。なのにあやかちゃんとトリちゃんに投票せずに私に投票したことが一点怪しいし、私が彩香ちゃんか鳥ちゃんと二郎なんだったら、4人の中で一番最初にアンナを人間らしいって言ったのが私だから、結構サラサの視点が人間と思えなかったから、サラサが怪しすぎるから、サラサと三上の二郎かなと思ってます。うん、タコを見るのがいいと思ったんだけどな。彩香ちゃんと鳥ちゃんが私はめっちゃ人間に見えちゃいました。うん、いやー、どうなんでしょう。タコ、タコ頑張って。私は人間でした。以上です。それではまつりちゃんが転校して恐ろしい夜がやってきました。皆さんおやすみなさい。鳥タコが出てきてじゃなければ鳥タコ出てきてほしい。